た二人の手僕に内緒のまま選ばれた夕飯のレシピ夕暮れ時自転車に追い越されながら茜に染まる大園沿いのレンガ道しばらく黙りこくってた僕に不機嫌そうな君違うよ君に寄り添ってるメロディーを五線紙みたいにぶら下がった電線の上並べてるんだ100万枚撮りのフィルムでも取りきれないほどの想い出を君と二人未来へと焼き付けていけたらいいなそばにいれるこの瞬間を切り取ればいつだっていくつだって溢れうまく見てた古い君のアルバム最後のページ一つ膨らんだポケット今さらや気持ちもないだろうと胸騒ぎを抑えて抜き出せばやたらごつめな彼の腕に捕まるその瞳がやけに切なく胸震えるんだぶつかり合うたびまた心が破れたりほつれたりするのはもう一度新しい結び目を作るためさそこに涙が染み込んだならJR だね。違うな。あれは JR じゃねえな。